新事故は、島根県松江市と出雲市にまたがる湖。一級水系のひい川の一部である。故障水質保全特別措置法指定故障。日本百景。主に、大橋川、中海、境水道を介して、日本海と接続し、淡水湖ではなく木水湖となっている。河川整備計画等では、新事故合流点より、上流側の区間をひい川本川と称する。 ヒーガは本川下流部から、境水道まではほぼ水位差がなく、潮位も影響を受けている。島根県東北部に位置する。面積は、日本国内で7番目。島根県内では、鳥取県境に位置する中海に次ぎ、2番目に大きな湖である。形状は東西に長い長方形。東西約 17km、南北約 6km、周囲長 47km。 湖の面積の約5割が水深5メートル以上であり、固定はほぼ水平となっている。新事故は、比川本流の一部である。比川本流の河口は、境水道から日本海へ注ぐ地点であるが、便宜上、河川整備計画等では、新事故合流点より、上流側の区間を比川本川と称し、新事故に流れ込む地点を比川本川河口と称している。 流入河川は最大流量を誇る日川、本川など、新事故の北、西、南から二十数河川に及んでいるが、主な流出河川は東端に位置し、中海へ流れる大橋川である。新事故と中海は日本では数少ない連結気水湖となっている。日川は水防警報河川であり、新事故は水位周知河川に指定され、避難判断水位の 情報提供などが行われる。新事故の東北部に位置する佐田川は、天明時代に掘削された、排水用の人工運河であり、直接日本海と接続している。これによって、島根半島東部は、本土と切り離されている。提出は、沿岸部の100から200メートルが砂や、砂し泥、それ以外は大部分が泥である。透明度は1.0メートルと悪く、 湖内に位置する島は、嫁が島だけである。新事コの周辺湖岸にはヨシが生育しているほか、青ノリ等の海藻も生育している。新事コは有数の水鳥の都来地であり、240種以上の鳥類が生息しており、特に、ガンカモ類は、毎年4万羽を超え、中でも、キンクロハジロが2万羽以上、スズガモが5000羽以上が確認されている。さらに、マガン、 キンクロハジロ、スズガモについては、全世界の水鳥の一種の個体数の1%以上を支えている。それら鳥類の餌となるスズキ、ボラ、シラウオ、ワカサギ等の魚類や、ヤマトシジミ、イシマキガイ、カワザン障害等の貝類が生息している。シンジコでは、これまでに68種の甲殻類が報告されている。希少種として、シンジコハゼが生息する。 2005年11月1日に、新事故国指定長獣保護区に指定され、同年11月8日に、近接する中海と共に、ラムサール条約に登録された。ネオニコチノイド系の殺虫剤の農業利用により、水中プランクトンを捕食する、うなぎ等の絶対数が激減し、食物連鎖の乱れが、発生している。中海や、県内の人材湖と同様、旋回の一部が、 堆積物により、外目と絶縁されて、浅い湖となった石湖の一つ。湖が形成されたのは、約1万年前だと推定されている。なお、主に西岸の埋め立てのため、1965年、当時と比較して面積が10%程度減少している。新事故、中海の地形は、時代より変化し、縄文時代早期には、改新期に当たる。同時期に、 新地湖は大古素湾と接続し、古新寺湾となり、中海は美保湾と接続して古中海湾となり、沿岸には谷部が形成された。後に古新寺湾は、砂スの発達や河川の注石により閉塞し、古中海湾も同様の作用で閉塞し、現在の地形が形成された。縄文時代の新地湖では、石水や骨格性の首都粒である安が多く出土しており、 網漁など内湾性漁業が行われていたと考えられている。釣り針や森の湿度は少ない。日い川はもともと、出雲平野を西に流れ日本海に注いでいたが、寒永年間の大洪水を契機に、新事故へと注ぐようになった。水質の悪化により1959年以降、遊泳禁止となっている。1974年に中浦水門建設が始まり、 淡水化事業が始まったが、青子の発生被害やしじみの減少などの報告を受けて、環境破壊を懸念する声が多かったこと、また、減炭政策が進む中、淡水化を実施しても、淡水の用途に疑問があることから1988年に淡水化が延期され、2009年に一度も水門として機能することなく撤去された。 1972年の昭和47年7月豪雨では、新事湖西岸で堤防が決壊して、出雲空港が10日間にわたり閉鎖された。新事故は、湖内の漁獲量の約9割を占めるしじみ量で有名である。しじみの種類は、大和しじみ。1970年代が最盛期とされ、1991年から2010年まで、当地を含む島根県が、 シジミの漁獲港で日本一となっていた。その間の農林水産省漁業養殖業生産統計年報平成12年度では全国のシジミ漁獲量19295トン中約39%の7500トンが新事故とされていた。ところが塩分濃度の低下や青子の発生などの問題によるシジミの大量死が起きるなどしたため、 漁獲口が急速に減少し、2013年、島根県全体でも2000トンを切る状況となった。そのため、稚貝を栽培して放流したり、金量日を増やすなどの対策を進め、2014年のしじみの漁獲口は、当地は、故障別で、島根県は、都道府県別で、おのおの日本一を脱回した。このほか、寄水口のために、魚種も豊富で、鈴木、モロゲげビ。 うなぎ、甘さぎ、しじみ、こい、しらが、新んじこしと呼ばれている。それぞれの塔一文字を取って、すも足腰として覚える。松江城から見た、新んじ松江ワウタービレッジ付近からの有形嫁が、島の残章1五十一年、松江市は、新んじこ重形を選定した。内容は、松江城の雪、天林寺の番章、秋鹿の出雲富士、市畑寺の月、 平田のあたごさんの秋色、神事の宿の夕雅も、玉作りなどの春がみ、嫁が島の残章、白方沖の海老かがり、大橋の朝切りである。松江城の天守閣は、神事湖から約500メートル北に位置する。天林寺の鐘は、国の重要文化財であり、表面の彫刻で有名。松江市街の西の外れの湖岸にほど近い大地にある。出雲富士は、 大山の別名。市畑寺は、出雲市にある、市畑薬師の略名、岩病に効果があると言われている。あたご山は、出雲市にある日井川を見下ろす丘。エビかがりとは、かがり火を使って、湖内のエビを採取する漁法の一種。大橋とは、新事故が大橋川に流れ出して間もなくの位置にかかる橋。晴天時に蒸発した水蒸気が、朝方霧になりやすいことによる。 新宿の北岸には国道431号と市端電車北松江線が並行する。南岸と東岸には国道9号、山陰本線が沿っている。西南端には出雲縁結び空港が位置する。東端で大橋川への出口には新宿大橋が架橋されている。山陰本線松江駅から新宿まで徒歩10分。主な宿泊施設は 松江新事湖温泉、玉造温泉、新事湖の南岸のうち松江市内のエリアの一部において地元の建設業者が河川法に違反する違法な埋め立てを1995年頃から継続的に行っていることが2015年11月19日付の毎日新聞などで報じられた。国土交通省などは1997年頃から現状回復を求めているが、 業者側は埋め立てているエリアが江戸時代に松江藩が認めた水害に該当するとして応じておらず、道省側も命令や強制撤去などには踏み切っていない。これを不服とした地元住民らは工事差し止めを求め松江地方裁判所に仮処分を申請している。その後2018年6月13日に当該の建設会社の71歳の社長が 河川法違反容疑で島根県警察に逮捕され、6月21日に松江簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けた。ありがとうございます。